ハロー YouTube。 最近 SNS 等で非常に話題になってる回転寿司大手のスシローさんにおいて、高校生の子供男子だ、おそらく親が撮影してるであろう動画において回ってくる寿司をペロペロしたりとか、醤油差しをペロペロしたりとか、いわゆる最近テロ動画っていう風に言われてますけれども、客のテロ、バイトのテロ、いろいろありますけれども、すごく迷惑行為なわけですけれども、それが今 SNS で話題になり、なんとですね、スシローのアキンドスシローっていう会社なんですけれども、時価総額が170億円もぶっ飛んでしまったと。まあさらにその後ね、なんだろう、お茶かな、煎茶の粉末をお湯が出てくるところにこう入れると勝手にお茶が作れるっていうのはありますけど、あれを飲んでブホってやってる動画が出てきたりとか、全く別の会社でスケさんうどん、北九州のうどん屋さんチェーンなんですけれども、そちらの方で自由に入れていいですよっていう天かすを、天かすのスプーンごとバクバク食べてみる動画とか、ありとあれ様々な動画流れまくってるんですけれども、どうやらその高校生、ネットテロをやった高校生はスシローに謝りに行ったらしいんですけれども、民事刑事ともに裁判をやっていくということで、許さないと、謝っても許さないという毅然とした対応を取ると。でそれ以外にも回転寿司に邪魔をされないような仕組みを導入するとか、様々な対策が取られることになると思います。回転寿司とか外食のご自由にお取りください的な薬味だったり、そういったもののご自由にお取りくださいシステムが変わってしまう可能性っていうのは出てきているというふうに思います。以前もグリコ森永事件というのがあって、それ以前お菓子のパッケージってビニール包装されてなかったんですけれども、生産過量のお菓子に注射して脅迫するみたいな、そういった事件だったわけですけれども、その事件以降全てのお菓子がビニールパッケージになったのはもう30何年前ですかね。そうやって食文化、食品製造、提供、こういったところの分野っていうのは変わってくる。でこの行為に関して最近 SNS が原因で出てきたんじゃないかとか、そういうふうに言われてるんですけれども、これ動画が出てきたことそのものは SNS がもちろん絡んでいるわけなんですけれども、僕はこのバイトテロだったりとか、客がこういう迷惑行為をするとか、こういったことは昔から行われていて、可視化されてなかっただけなんじゃないかっていうふうに思っております。僕も結構昔、大学生の頃塾の講師とかやってて、不良っぽいというか、その善悪の区別がついてないような中高生を教えたりとかしてた時に、こう雑談をしてた子たちが、某ファミレスでバイトしてるんですけど、お客さんに出す前のものに、あいつムカつく客だから、ペッペッつって、唾を吹きかけて出してるとか、俺さ、あのファミレス行かない方がいいっすよ、質の悪いバイトいっぱいいますから、お前もバイトしてんじゃんとかって思ったんですけど、コンビニのレジでバイトしてるやつが自分の携帯代を全部店のレジのあれでピッピッってやってですね、店の売上金ある意味横領ですよねしてるケースとか、お前コンビニのお前あらり知ってんのかと。コンビニって小売業なんで、セブンイレブンでも1日70万ぐらいいったらすごいですよ。普通のコンビニ3、40万ぐらいですよね。で利益率とかあらりベースで 10%、15% ぐらい、小売業なんで20% いかないぐらいだと思いますよ。そこで40万円の売り上げで、仮に粗利率が 15% だとしても6万円ぐらいですか、1日の粗利。そこで水道光熱費とか家賃とか人件費とか払ったらほとんど残んないですよ、営業利益が。そこの中でお前の携帯代払ったら赤字だろ、バカなことやってんじゃねえよこの野郎と思いましたけど、多分昔からそういうことやってる奴らいっぱいいたんですけど、単純に可視化されてなくて、知らず知らずのうちに誰かがペロペロした寿司をみんな食ってたんでしょうね、多分ね。そういったものが可視化されるといきなり気持ち悪くなるっていう人いっぱいいますよね。ちょっと話は違うのかもしれないけど、新型コロナウイルスだって、新型コロナウイルスってものが見つけられるようになっちゃったから、で PCR 検査とかして本当に新型コロナウイルスであるかどうかって分かっちゃったから、みんな怖がってたわけで、分かったらいいようなものってのももちろんあるんだけれど もう知らない方が良かったんじゃないの、知らないまま重い風邪っていう風に思った方がもしかしたら良かったんじゃないのみたいなこととかももしかしたらあるかもしれないんだよね。ということでちょっと話は違うんですけど、回転寿司屋のペロペロ行為とかこういったものってのは多分昔からあったんじゃないかと。そこまでだから大きく考えてもしょうがないですよね。新コロの時に飛沫がどれだけ飛んでいるのかとかですね、イメージに縛られて、なんかよくわかんないけどトイレのエアシャワーみたいな手をこう乾かすやつあるじゃないですか、あれがいろんなところで使えなくなっちゃったりとかしてましたけど、で今回のスシローテロの一番怖いところって何かっていうと、時価総額が1日で170億もぶっ飛んだことですよね。これ空売りっていう行為があって、株価が下がることが分かってたら売りを出せるんですよ。例えば株価が1000円から800円に下がると思っていて、で空売りを出して200円下がったら、その200円分が利益になっちゃうんですよね。普通はみんな素人は買いから入るんだけど、プロは結構売りから入るんですね。例えばですけど、悪いやつがいて、最近話題になってる連続強盗犯はなんかフィリピンの入管施設にいて、そこから匿名携帯みたいなもうスマホ使って、でそこでテレグラムっていう
匿名化 SNS という暗号化メッセンジャー使って闇バイトサイトで強盗実行犯を雇ってお金だけチュルチュル抜いてたみたいなことをしてたっていう風に報道されてますけれども、そのような方式でじゃあお前5万円あるからスシローでペロペロしてこいと、こっそりなペロペロしてこいと、それを動画にアップしろと、でこうやってやるバカがいるわけですよ。世の中には申し訳ないけどその知能が足りなくて、善悪とか自分がその後どういう目に遭わされるのかとかよく分からずにやっちゃうバカなやつっていっぱいいるわけ。そういうやつらもうネット使うようになってるから、そういうやつらすぐ騙されちゃうわけですよね。5万ももらえるんですか、スシローでペロペロするだけでみたいな。頭いいやつがいたらスシローペロペロ舞台、別にスシローじゃなくてもいいんだけど、上場してる外食産業のどこかのお店でペロペロするなり唾吐きかけるなり、何らかの迷惑行為なんて特殊詐欺のスキームを考えてるやつとか頭いいんで、多分いろんな方法今ね、多分今考えてると思う彼らは。正直ああやってまた手口もすぐ考えるな。闇バイトとかダークウェブとか使って取引をやって、まあ指示はテレグラムっていう風にすれば簡単に稼げるわけですよ、ね、なので多分空売りを仕掛けようとしてバイトテロとか客のネットテロみたいなことを画策してる悪い奴らも、まあ、たくさんいるのかなと。だからそこに対しての対抗手段ってこうやってまた捜査とかするのももちろんそうなんだけれども、それ以上にスシローさんが今回刑事民事両方で厳正な対処を取ると。なんか今までってそこまで追い詰めなかった、その実行犯というかそういう迷惑行為をした人たちを追い詰めなかったんだけれども、これから多分追い詰められるようになってくるのかな、これが世の中のトレンドになってくるのかなっていうふうに思っております。ということで今日はスシローペロペロ事件について解説いたしました。いってらっしゃい。